厚賀駅は、北海道猿郡日高町あざ厚賀町にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は2日。1986年10月まで運行されていた、急行、エリモの停車駅であった。1978年の厚賀駅と、周囲約750メートル範囲。右下が、静内方面。少しずれた。 相対式ホーム2面2線と、駅舎横とマコマ側の貨物ホームへ引き込み線。この時点ではすでに貨物扱いを廃止しているが、駅裏に、気候上敷地海に沿って、左が水路手前まで、沈ない方から側線が伸びている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当地はもともと、厚別と呼ばれていたが、西隣のガバリとの境界に駅ができたため、 双方の頭文字から駅名が厚賀と命名された。その後、駅前に市街ができたことで、厚賀の名称は地名化し、地名としての厚別は消滅した。厚別の名称は、現在も日高町と新プ町の境界を流れる川の名称として残存している。名称由来については、諸説ある。ガバリの名称は、現在も、地名として残存している。 アイヌ語のカパに由来すると考えられている。長田宝政はより詳細に、同地の海岸にカパシラが多く、カパルシと呼ばれていたことが由来と考察している。単式ホーム一面一線を有した地上駅だった。ホームは線路の南西側に存在した、点鉄器を持たない防線駅となっていた。かつては単式ホーム、島式ホーム複合型二面二線を有する。 列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム中央部分と対向ホーム東側を結んだ、校内踏切で連絡した。駅舎側が上りの1番線、対向側が下りの2番線となっていた。また、島式ホームの外側一線が、様に方の点鉄機が維持された行き止まりの側線となっていた。交換設備運用廃止後は、 対向側の線路は側線を含め1993年までには撤去されたが、ホーム前後の線路は点鉄機きの名残で湾曲していた。静内駅が管理していた無人駅だった。駅舎は構内の南西側に位置し、ホームに接していた。有人駅時代の駅舎は改築され、アーチ状で木製の窓を持つ木製板張りの外壁を有する駅舎となっていた。 駅入り口の駅名板は一枚板に駅名が彫刻された立派なものであった。駅舎横に駅舎とは別棟で富川駅の建物と同型のトイレ棟を有した。かつては駅舎内に売店があった3月時点では営業中であった。駅付近は落石の多い区間であり、1983年4月時点では落石予防、早期発見設備が存在した。 ついたち人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると乗車人員平均は以下の通りである。駅の周辺には材木工場などがある。北海道旅客鉄道日高本線清潟竹駅、厚賀駅岡里部駅 JR 北海道、編集北海道運輸局、編集。ありがとうございます。